最初何も目的を決めないで来た方がこんな本があったっていう喜びが生まれると思うので、本との出会いは時にその人の生き方に影響し人生を変えるきっかけになるもの。今回は私尾崎世界観の人生を変えた3冊をご紹介したいと思います。気になる本はありましたか？あるんですけど、はい、カメラが回ってるところで選べたくないんです自分はやばいやつだってずっと思っていて、あ、なんかもっとやばい人がいると思って、それが自分にとっては救いでしたね。木曜日は本曜日。そうですね、あの本当は行きたいんですけど、はい、こうやっぱ他の作品が大きく展開されてるのを見るのが悔しいんで、最近は行けなくなりましたね、うん、たまにあの頑張って、あの頑張らないと入れない、入り口の大きな展開は薄めで通り過ぎて、はい、奥の棚まで行って、はい、っていうのをやってますね、危ないですね、本当にこけそう、こけちゃう、目を細めながら、はい、つまずいて、はい、そういうメガネとかあったらいいんですけどね本だけが見えるっていう、あの平積みの本だけ消えるっていうメガネがあったらもっと書店に行けるんですけど古賀文武さんの20歳の自分に受けさせたい文章講義という本ですね。まあ文章の書き方が書かれている本で、20代後半頃に知人に勧めてもらって読んだ作品なんですけど、まあ、自分でも文章をしっかりもっと書きたいなと思っているタイミングだったので興味があって読んでみました。うん、書き方がこれ結構変わったというか、結構影響は受けてると思いますね、まあ、未だにここに書かれていた書き方、はい、うん、してると思いますね。その時1回しかあえて読まないようにしてるしたので、何回も読むとこう影響を受けすぎると思って、画期的な方法が書かれてでもその文章が良くなかったら、うん、こうしたいなと思わないと思うんですけど、もう自分でもやってみたいなと思うことが多いということは、多分文章自体がすごく、うん、いいんだろうなと思いながら読んでましたね。自分で古賀さんの書かれるこの本自体の文章が、そうですね、でこういう文章を書きたいというか、この自分の伝えたいことが伝わるなっていうのを自分で読みながらさらに実感していくというか。20代後半ぐらいの時って尾崎さん、まあ、どういう生活されてた時期でした？バンドでメジャーデビューして3、4年経っていて、まあ、このままずっと、まあ、バンドを続けていきたいけど、うん、そこから逃げるような、うん、あえてこう逃げ道になるような表現も欲しいなと自分で思ってましたね。やっぱり音楽だけ、うん、音楽だけがある状態だとそこに対してこう負の感情が生まれた時にどうしようもなくなってしまうので、うん、このままだったら嫌いになってしまう可能性もあるなと思って、でそのタイミングでこの本を読めて、うん、道が開けたというか、一回読んでその時の気分というものをすごく大事にしていて、うん、その時の自分の状況にもよると思うので、同じ作品でも読む時期とか、うん、その季節とか、うん、自分の周りにいる人が違えば感覚が変わってくると思うので、その読むタイミングというものも大事にしていて、うんうん、1回読んだ時につまらないなと思った作品が2回目読んだ時に面白かったらそれはそれで悔しいので、やっぱりなんかそのつまらないなと思った自分の感情も大事にしたいし、自分もそうやって自分の作品もそうやって思われてるだろうから、今だったらなかなかこういう何かを学ぶっていう感覚に素直になれるのかなとも思うし、本当に良かったなっていうその気分がこの作品に対してはこの本に対してはあって、その時の自分の今後どうしようかって悩んでる時期も込みで今回こう紹介したいなと思いましたね。結構その20代後半は悩んでる時期ではあったんですか？そうですね、うん、音楽で生活できてるけど、でもこれがいつまで続くのかという、うん、不安もありましたね。文章を書くというのは難しくて、歌詞はいくらでも書けるんですけど、うん、小説、特に小説を書くのが難しいので、うん、音楽を始めた頃は本当にできないっていう、圧倒的にできないことだったんですけど、だんだんできるようになってきて、それがちょっとずつ認められて
こう生活できるようになったということに対して文章を書く小説を書くっていうのは本当にできないことなので、うん、もう一回それできないっていう、うんうん、ことをやり直せるのが嬉しいですね。なるほど。そこをもう一回やり直せるのはそういう逃げ道ですね。あ、はい、この本はじゃあどういった方におすすめしたいですか？そうですね、やっぱりその何か思った時に文章に書くって不思議なことだと思うので、まあ、声にして出せばもっと早く伝わるけどわざわざ文章に書くっていう、うんうんうん、その楽しみが、うん、分かるんじゃないかなと思いますね。なるほどな、はい。村上龍さんのラインです、はいはい、短編小説連作、連作っていうんですかね、こう一つの話で出てきた登場人物2人のうち後半の1人がその次の話では主人公になって、うんうん、次の話ではその後半出てきたもう1人が主人公になってって、こうどんどんつながっていくんですけど、はいはい、いろんな登場人物がいて、でもみんな変な人ですね。本当に変態しか出てこないです、ね、はい、変人のアウトレイジみたいな感じ。びっくりするぐらい変な人が出てくるのでめちゃくちゃ安心しますね。安心ですか？はい、自分はおかしい人間だってずっと10代の頃とかも、はい、やばいやつだってずっと思っていて、でもやっぱり一人で妄想してる時の感じってどうしようもなくて、うん、でそういう時に村上龍さんの小説読んだりして、うんうん、あ、なんかもっとやばい人がいると思って、それが文章になっていて小説になっていて、はい、分かりやすいヒーローよりも、はい、そういう変な人の方が自分にとっては救いでしたね。へ、これは特に変な人がもうずっとつながっていくので一生出てきますね。一生、はい、変な人しか出てこないんで、まあ、みんな思ってると思うんですけど、なんかその自分と同じぐらい変だったり自分より変な人を見つけないと、うん、なんか止まらないというかストッパーがない状態というか、はいはい、自分を止めてくれるなっていう、うん、小説読んでる時にこの人やばいなって思ってる状態がすごく心地いいというか、なんか友達できたなみたい な、うん、なんか自分が変だって思ってるってことは自分もやっぱそこに行けるってことだからそれぐらい変なんだとも思うし、この村上龍さんの作品は特にそういうところによく連れてってくれるなっていう、はい、まあ、文章で書くときはめちゃくちゃ頑張りますね本当に音楽でやるときは、はい、まあ、もちろん頑張るんですけど、はい、音がある分その思ってることが伝わりすぎてしまったり伝わりきらなかったりするので、うん、そこが面白いところなんですけど、うん、なるほど。それが分かってきたのでもう全部は言い切らないし書き切らないようにしてますね。あ、逆に文章で書く場合は伝えすぎても足りないぐらいだって分かってるので、なるほど、また違うチャンネルでやってますね。やっぱり音だと思うので音楽ってほとんど音に絡め取られてしまうというか、どんだけ書いても音に持ってかれてしまうので、やっぱ感じるんですか、自分が伝えたいことの何割かしか伝わってないなとか。それはでも感じるしそれでいいと思ってますね。もうそれが音楽なので。なるほど。やっぱり歌詞がいいって言っていただくことは多いんですけど、でもそれは多分音だなって思うことも結構あります。そのでもそれでいいんですよね。それが言葉だと思ってもらえることは幸せだし、うん、でも書いた側からしたら多分これ音で感じてるなっていうのは分かるし、そういうズレも今は楽しめるようになりましたね。なるほど、はい、すごい面白いですねその話。折藤文平さんの心理カタログという本ですね、はい、これは、まあ、死について書かれた本なんですけど、その、まあ、折藤文平さんのイラストがもともと好きで、まあ、本が出てるっていうのを知って気になって手に取りましたね最初。それで死というものがキャッチーなイラストとともに書かれてるので、うんうん、死んでしまった後どうなるのかというその考え方の違い、うん、それぞれ その国ごとに書かれてたり、まあ、あと宗教によって考え方が違っていたり、まあ、死って何だろうっていろいろ考える時期でもあったんですけど。ちなみにそれっていつぐらいの時期に読まれたんですか？20代ですかねこれは。20代、はい、
結構死というものが深刻なものだと、まあ、今でも思ってますけど、でもこの本を読んで死が形で入ってくるというか、そのイラストのこの図で入ってくる感じがすごく、そうやってこう目で確かめることができて、うんうん、少し楽になったというか、だから一番印象に残ってる死にカタログじゃないけど、まあ、全体的にその同じテンションで書かれてるので、それがすごい良かったですね、うん、どれか一つが印象に残るわけではないという、まあ、死っていうものはすごく大きなことなので、それがちゃんと均等に描かれてるところが好きなところですね。今回私が足を運んだのは文京区千駄木にある大来堂書店さん。地元からも比較的近く、文庫フェアに参加したり、店長のオイリさんには以前やっていたラジオ番組に出ていただいたりと、ゆかりのある本屋さんです。だから本屋さんに来た時どういうとこ見られたりするとかあるんですか？だから最初何も目的を決めないで来た方が、なんかこう目的があると、これがなかったって引き算になってしまうと思うんですけど、何も決めないでいけば自然と足し算になるんで、こんな本があったっていう喜びが生まれると思うので。ああ、そうかもしれないですね、はい、なんか気になる本とかあります？気になる本、何かおすすめの本ありますか？おすすめですか？はい、これ、うん、本屋で待つ。本屋で待つ、はい、はい、広島県の山の中にある、はい、ウィ登場店っていう本屋さんなんですけど、はい、そこを巡る人たち、はい、これはじゃあ実話なんですか？ですね、はい、今もあるんですか？今もバリバリやってらっしゃる。この辺はエッセイですか？そうですね、エッセイです。あ、これキティシモさん、まあコロナの頃にタイトルいいですね、なんかそうですけど、エッセイというか日記ですね、はい、本当に、本当に自分の恋人妻と、はい、日常が綴られてるんですけど、はい、自分では全く選ぶ可能性がないと思える本なの。面白いですこうやって聞けるとき、これってあの紹介したときにその人が買わないときもあるじゃないですか。その時どんな感じになるんですか？いや難しいところですよね。なんか、そんなに最初からあの誰100発100中のはずないと思ってるので、はい、全然大丈夫です。あ、そうなんですね。これはでもその紹介する方もされる方もやっぱそこがこう、ありますよね。じゃあ野球ぐらい3割いけたら全然いい。3割いったらもう名選手です。なるほど。じゃあ皆さんもその感じで、うん、力添えいただいたフェアがまだちょっとここに残って、はい、残ってあのフェアがまだやってます。あら、あのいろいろお世話になってる方、ご縁のある方に、おすすめの文庫本を1冊選んでくださいというふうにお願いしまして、なんかやけにしっくりくるなと思ったら自分の言葉でした。どうですか、なんか気になる本はありましたか？いや、あるんですけど、はい、カメラが回ってるところで選びたくないんです。なんか本当に良くないですね、はい、こういう性格は本当に。後で、はい、もう決めてる本が何冊かあるんですけど、はい、あ、そうなんですか？教えてください。モザイクかけてもらう。モザイクかける。なんか思考がバレちゃうみたいなことですか？その読みたいけど読んでると思われたくない方と、はいはい、読んでると思われても全然気にならない方が、なんか種類があって、それ別に作品がどうだからっていうわけじゃないですけど、自分の中でなんとなく、なんかあるんですよね。ちなみにさっきあの、おすすめされてましたけど、この本はどうするんですか？何ですか？さっきの。さっきあの、はい、店長さんにおすすめされた本は。あ、ちょっと考えて、また相談させていただいて、はい。はい、今シンプルにいきます。これです。はい。いろいろ、あの、愛憎渦巻いてますけど、はい、悔しくていけなかったりするんですけど、でも子供の頃から、やっぱりずっと通っていたところなので、はい、ずっと会ってほしいです。木曜日や本曜日、以上、尾崎世界観でした。東京尾崎世界観書店、尾崎の代わりに、いっぱい書店に行ってください。お願いします。